皆さんこんにちは。 Adobe Express を楽しく簡単に使いこなしていますか？ Adobe Express はパソコン、スマートフォン、タブレットで作業を行うことができます。今回はタブレットで作業を行っていきたいと思います。 Adobe Express を起動します。 Adobe Express のホームの画面が表示されます。今回使用しますテンプレートはずっと下の方です。たくさんありますよね。はい、今回はね、ブックカバーを使っていきたいと思います。ブックカバーの右側のすべて表示をタップします。ブックカバーのテンプレートのページが表示されました。はい、どれ使おうかな。結構いっぱいね、テンプレートありますよね。あ、これいいな。これからのビジネス、これ使いたいと思います。このテンプレートをタップします。はい、そしてこのテンプレートをリミックスタップします。はい、テンプレートの編集画面が表示されました。まずテキストから編集していきましょう。まあ、一番上のテキストからタップしていきます。で、左下編集の編集タップします。で、ここね、何にしようかな、セカンドライフを楽しくにしましょう。右上のチェックボタンタップします。で、これ1行にしたいんで1行に伸ばして移動しましょう。ピンクの破線が中央です。そしてその下編集タップします。ここはね、パソコン1つを消してタブレットにしましょう。で、右上チェックボタンタップします。タブレットで始めるって書いてあるんで、これからのビジネス、これ1個1個分かれてますよね。のはいらない、ビジネスもいらないんで、これからでいきましょう。編集タップします。ここはね、 Adobe Express にしましょう。はい、タブレットで始める Adobe Express、名字名前タップします。編集、ここは私の名前にしておきましょう。チェックタップします。はい、これも伸ばしてこのようにしておきましょう。で、写真を編集します。画像をタップします。で、左下置き換えタップします。ここはね、 Adobe Stock で写真を検索、ここをタップしてタブレットにしましょう。はい、検索します。はい、いろんなのが出てきますんで、どれにしようかな。はい、これにしましょう。はい、写真が挿入されました。これ写真が大きいので、右上の白丸指持っていって、拡大縮小、転がり縮小していきましょう。もうちょっと縮小しようかな。はい、こんな感じで、もうちょっと広げようか。はい、写真を挿入することができました。これ名前ちょっと下の方にもちょっと大きくして、下の方に持っていって、ピンクの破線で真ん中合わせ、これも Adobe もよし、Adobe もタップしてちょっと下の方に持っていきましょう。はい、こんな感じで OK ですね。完了ボタンをタップします。このようにしてね、ブックカバーを作ることができました。 OK の場合にはダウンロードをします。右上のダウンロードボタンをタップします。ダウンロードオプション書き出しを選択、画像で OK です。ダウンロードをタップします。プロジェクトを準備しています。はい、画像保存が出ました。確認したいと思います。ファイルマネージャーから画像、はい、入ってますね。はい、タップします。はい、 OK でございます。ブックカバーが完成しました。このようにしてね、タブレットで作業を行うことができます。現在 Adobe Express を無料でお使いの皆さん、そしてこれから Adobe Express をね、使ってみたいなと思っている皆さん、すべての機能をね、利用できる有料プラン、プレミアムプランも用意されてますんでね、よろしければプレミアムプランのご検討もお願い申し上げます。はい、ということで今回はこの辺で失礼します。